さん、こんにちは。初任者のリミです。今回はですね、はい、リミちゃんが今どうしてもやりたいことがあるらしいんですよ、皆さん。そうなんですよ。なんかね、したいことがあるんだよね。何ですか、それは。いくよー。うん。ちっちゃい。わらの町を30分ぐらい振ったら。悪くなるのか。なるほど。昔ね、なんかね、流行ったよね、こうコアラのマーチを振って中のお菓子がこう多分ぐちゃぐちゃになると、なんかこう丸くっていうか、こうギュッと全部固まるっていうかね。そう、それをやりたいということで、この前ね、コアラのマーチをね買ってきたんですけど、なかなかね、やるあれが、時間が取れなくて、もう賞味期限の兼ね合いもあるからね。賞味期限あんのかな。だってリミちゃんが賞味期限がって言ってなかった。まだでも大丈夫でしょ。うん、2021年9月。あ、じゃあまだまだ大丈夫だね。でもやってしまいましょう、せっかくだからね。やりたいという意欲があるうちに。ふわー。はい、じゃあどうする。ひたすら振るしかないよ。じゃあ振ろうか。もう早速、これはもうね、とりあえずもう振るしかないから、とりあえず振りましょう。ほら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 。ひたすら振るしかないよね。これでもいいよ。まあ、だいたい30分っていうと、今ね、5時50分なの。だから6時20分ぐらいになったら約30分。だよ。フル専用の機械ないのな。それダメじゃん。自分でやるんでしょ。大変だね。交代する。結局ママ。え、何、リミ見えてる。え、見えてる。影が見えてる。映ってるよ、リミ。30分じゃできないじゃん。これめっちゃ早送りね。カチャ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 ってやってる画面になる。はい、答え。すごい。疲れたからといって数分でやめてしまうと丸くなることはなく、
ただボロボロになったコアラのマーチになり、食べにくいだけになってしまいますって。ハンビーアメリカ。ただ振ってるだけ。あ、とりあえずさ、とりあえずこれで30分経ちました。はい、どうする、もうちょっとやる、もうちょっとだけ。じゃあどうですか、リミさんが。延長してやりました。もう開けてみる。じゃあ一応これ35分ぐらいはやった。はい、じゃあちょっとね、35分ぐらいはやったかな、うん、開けてみる。開けてみるよ、うん、いい、行くよ、うん、どこまでできたかな。コアラみくじどれを選ぶだって。どうかな、行くで、うん、こうするの？どうする？どう？こうしよう。うん。どうですか？見せてください。どう？見えない。え？ちっちゃいよ。ちっちゃい。ちっちゃい？大きい丸になってない？うん。と見せて。ちっちゃい丸がたくさんある。あららら。なんとちっちゃい丸がいっぱい。できてしまいました。でも美味しそう。でもあれだね、チョコボール、一応チョコボールにはなってるね、うん、1個を見るとこんな感じ、こんな感じです。本当は大きいの1個になるはずが、ちっちゃいのが。食べていい？いいよ。サクサク、うん、もうこれはこれで美味しい。美味しい、うん。あら、まあ残念、1個のボールにならなかったね。でもこのままやってたらつくのかな。また次回に持ち越しだね、うん、また挑戦しましょう、はい、でもこれはこれで美味しいです。美味しい、うんね。今回はね、ちょっともう一回ちゃんとこうやって写してみましょうか。象のうんちみたい。ちょっとやめてそれ。こんな感じで1個のね丸にはなりませんでしたね。残念、はい、はい、残念ですね。まあでも楽しかったね、やることに意義がある。はい、というわけで今回はですね、はい、コアラのマーチを30分以上振ったら、はい、大きい丸になるのか、はい、検証してみました、はい、残念ながらちょっとね、大きなね一つの丸にはなりませんでした。でもなんかちっちゃい丸がいっぱいできて、まあこれはこれで食べたらね美味しかったし、うん、ね、一応ねネットとかでも見たら30分以上は振りましょうって書いてあったんで、一応30分が目安だと思って30分やったんですけど、もしかしたら振り方とか速さとかも関係あるのかもしれないよね、うん、はい、じゃあまたねリベンジできたらしましょう。はい、はい、それではバイバイ。グッバイし、ニュースしたんですよ。